スプラトーンの、ドジトログナンバーワンのニューと言います。スプラトーン2の方をプレイしたいなと思ってます。豆知識ですけど、ハイドラなんですけど、自分ハイドラ結構、今回の、アップデートで強くなったんで、使っていきたいなと思ってます。今日も使ったんですけど、いい調子で、勝てましたね。基本、ハイドラの注意点は、前に詰められたら負けるので、できるだけ詰められないようにエイムを合わせて、裏を取るって感じで。とにかく、まあ、詰められないように。もう前に出てこられたらもうやられちゃうので、できるだけ中から、まあ、後ろのあたりね、いて、もう、徹底的に後ろで、まあ、援護射撃と。裏よりも援護と。ですにとにかくならないで、細心の注意を払って、まずやられないように心がけて、ハイドラの方は、まあ、バレルはやってますね。あとは自己紹介します。仲良し活動でできるだけ平和になるために、戦わず、戦争をせず、日本をはじめアメリカ人に対して人を殺さず、敵に対して命をあげず、誹謗中傷やず、脅迫せず、人の財産めいて人を殺さず、できるだけ長生きできる世の中にしたいなと思ってるので、どうかよろしくお願いします。あと、日本の人口ですけど、戦争の影響とか、日本の財政の赤字の影響で、日本人口は減ってまして、このまま、対策がうまくいかないと、数千年後、数千万になる可能性があるので、自分は、数千万の反対なので、1億円にキープするためには、やっぱり脅しに負けない日本国家作りをしないといけないなと思ってるので、誰しもが、結婚し、誰しもが子供を産ませれるような日本国家を作りたいなと思ってるので、どうかよろしくお願いします。あと、BGM と、プレイになりますので、これからのこと、どうかよろしくお願いします。
皆様のおかげで勝ちました。明日もこの調子で勝ちたいなと思ってますので、どうかよろしくお願いします。自分は S になりたいので、皆様の協力あってこそ勝利だと思うんで、どうかよろしくお願いします。明日も女の子のために一生懸命頑張りますので、どうかよろしくお願いします。